チャオ、あっちゃんです。今日11月12日、あっちゃんの病院を出かけると、昼から大阪プチオフ会に行くので、メイクします。はい。でもね、軽くメイクします。あれ、じゃない、ヘアクリップどっか行っちゃったよ、もういきなり。あれ、どっか出したんかな。いやー、この前使って、そういえば、なんかの袋に入れたぞ。まあいいや。これでいいや。はい。して、はい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 、下地をね、しっかり塗った方がいいよって教えてくれたから。チフレの下地用のね、ファンデーションを送ってくれたから、これ使ってみます。やりすぎるとね、白塗りおばけみたいになるから。やりすぎずね。
で、セザンヌちゃキャンメイクのマシュマロマシュマロフィニッシュパウダアイメイク57本、わお、早く出ないとね。眉マスカラっていうの買ってみてんけどね、どうやって使うんかな。茶色になる。さっきこっちやったのかな、まあいいや、どっちでも、もう分からない。なんか無口になってるけど、9時になっちゃったよ。まあね、9時48分やから30分はできるから、多分何もなければね。だから、うん、10分に出ても大丈夫やろね。はい、あんまりかかんとこ。やりすぎ、やめよう。ああ、変な子飲んだ。軽くでいいでしょう。軽くて軽ないか。何をそういうこと言うたんって感じだけどね。はい、眉、眉
電話だ。それでは、いいか、お母ちゃんか。切れないでね。うん。でかお。携帯これ入れて。まあ、つけ。はい、もうこれで完成です。はい、4分、なんとか間に合いそう。ということで、では、行ってきます。行ってきますね。今日のコーデやね。はい。今日のコーデ。ギンガムチェックのシャツに、こんなふわふわなスカートで、肌色のストッキングに白の靴下です。で、ね、上寒いからこれふわもこ、リズリさんのふわもこ羽織っていきます。はい、これで、行ってきます。はい、ギリギリじゃではまたね、バイバイ。